物質理工学院の材料系のソネちゃん研究室は、私、ソネ教授とチャン准教授が共同で運営している研究室です。その研究テーマは、次世代エレクトロニクスのための金属材料創生と材料評価技術です。皆さんはメッキという技術を知っていると思います。3000年前にその原型が作られ、日本でも奈良の大仏の金メッキにも使われました。現在では自動車や飛行機から半導体やスマートフォンに至る幅広い分野で利用されています。我々の研究では、この金属メッキ技術を用いて次世代エレクトロニクスの超高感度化、超高機能化を実現しようと研究しています。最近の研究とその成果を示します。一つ目は二酸化炭素を用いた半導体ナノ配線装置です。超臨界二酸化炭素を用いることでナノ領域の金属配線を実現します。二つ目はマイクロメートルの大きさの材料評価技術です。スマートフォンには MEMS 技術と言われる最先端技術が使われていますが、その部品はマイクロメートル単位です。その大きさの材料の物性を直接測ります。三つ目はメッキ技術と材料評価技術を組み合わせることで、金材料をシリコンなどの無機材料に匹敵する強度を持たすことができました。この材料は超高感度硫黄センサーを実現し、難病の早期発見に貢献します。最後は導電性高分子に金属原子を一つずつ乗せて作成する超高感度化学センサーです。原子単位の材料制御を実現します。興味ある方はホームページを確認して連絡をください。